今度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ。スペルビア帝国特別執権官メレフ。帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイン、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか。待ち伏せされていたみたいですね。 通りでやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ、私が処刑されるって嘘の情報をレックスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。そう、君は君で利用価値がある。しかしレックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。 水玉色の小輪クリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いたなんていい加減なことを言うな。知らないのか、 500年前の聖杯大戦での出来事。3つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。アルスを3つも。全て歴史が語る事実だ。分かったぞ。 ホムラを戦争の道具にするつもりだろ。誰がそんなとさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にやった。 ならばその意志、等しく力で見せてみろ、少年。